はい、今日もゼロクラウンです。前回の動画で、やばいことになりました。ゼロクラウンね、この何が起こったかと言いますとですね、この夏車体の左側からすごくガソリンの匂いがするんですね。でディーラーに持ち込みまして、外観からですけども見てもらったところですね、これはチャコールキャニスターですよと、かなりね夏暑くなってるので、その処理しきれなくなった、いわゆるあのガソリンタンクの、内圧が上がるとガソリンが気化するんですね。活性炭、チャコールキャニスターという部品の中にあの活性炭が入ってまして、そこを通って、一旦こされて、で、処理されたものが、またこうサージタンクの中へ送られるでよかったですかね、もう一回再燃焼されるというね、自然に、配慮した装置なんですが、それの、夏暑いからそのチャコールキャニスターが処理しきれてないこの匂いがしてるんじゃないですかと、ほなじゃあそれを変えたらいいんですか、交換したらいいんですかって、聞いてみると、破損する以外、事故なんかでね破損する以外は交換するものではないと、おっしゃいましたので、じゃあ涼しくなれば、匂いもマシになるのかなと思ってこう様子を見てたんですが、特にですね最近こう涼しくなったんですけども匂いはマシにはならず、特にあのガソリンを満タンに入れた時にはかなりきつい匂いがね、立ち込め、なんかこう車内にも立ち込めてるような気もしてちょっと心配ではあったんですけども、昨夜、ガソリンを満タンにしました。前日ですね四国高松まで400キロ、走破してまいりましたが、幸いにもですね、満タンにせずに行って帰ってきたものですから、給油もせずにね、それは不幸中の幸いですね、何もなく帰ってきたんですが、昨夜帰ってきてからガソリンを満タンにしました。そしてですねスタンドから帰ってきてガレージに止めて、もう一回ちょっと出かけなきゃいけない用事があったので、あれエアコンドレンとは違う場所が濡れてるなーっていうことに気がついたんですね。でこう見てみるとガレージは40センチ四方のガソリンが漏れておりました。はい、で慌ててですね5時半だったのかな、まだディーラー行けるんちゃうかなと思ってね、ディーラーに飛び込みました。もうシャッター閉めかけやったんですけどね。はい。でするとですね、左リアのタイヤのあたり、いわゆるタンクですね、タンクがあるそうなんですね。あの辺見えてるんですよ。タンク周辺に漏れを発見いたしました。で、当初ね、燃料ポンプだろうなと、オーリングや、ガスケットいうんですかね、パッキンだけで済むかもわからないけれども年数からするとポンプごと、ポンプも変えておいた方が無難ではないかと、ね、部品もそろそろということなんでね、交換すると治ると思って、預けて帰りました。はい。でですね、レンタカーも急に言うたんでね、レンタカーじゃないや、台車もね急に言うたんでもうありませんということでね、で、隣接しているトヨタレンタカーで、1日9000円ぐらいかな、アクアを借りてまいりました。3日間ほどね。翌日ですねフロントから電話がありまして、原因と、見積もり額を、お知らせいただきました。はい。で、朝一エンジンを始動しましたと。でその時は漏れてなかったそうなんですね。30分ほど暖気したそうなんです。でするとタンクの内圧、温まってきたのかタンク内圧が、高くなってきた頃に漏れ出したそうなんです。外してポンプのみ交換とはいかない、
ようなんですね。そのサクションチューブっていうあのなんかお皿状のものがなんかあるらしいんですが、そうやって呼ばれるサクションチューブと呼ばれる部品、が、いわゆる樹脂のカバーと一体になっているそうなんですね。ポンプだけならね、5万弱ぐらいで、交換できるかと思うんですけれども、セットで交換しなきゃいけないということになってしまいました。はい、部品代がね 77,891 円、で工賃が 17,780 円、部品は入荷するのに2日間かかるということでね、この部品がね、200系とは違うらしいんです。なのでこの18系の燃料ポンプ、そろそろ製造も中止になるんじゃないかっていうふうにおっしゃってましたね。ですから、まあ、ポンプ自体も在庫のあるうちに交換する方がおすすめですよということを言われましたんでね、じゃあパンプ買いましょうかということなんですが、それでは済まなくなっているようなんですね。済まなくなっているというか、まあ、まだわからないんですね。なぜならばそのタンクとポンプの接合ネジっていうのがね、ネジ切ってあるらしいんですが、まあ、外れないこともあると、ね、もしくはタンクの方側が広がったりする、まあ、いわゆるそもそもね、そこはリコール部位だったぐらいの場所で、ひょっとしたらこうねじ切り部分に歪みがあったりとか広がりがあったりすると、まあ、タンクを交換しなきゃいけないと、いうことも考えられるということをおっしゃってました。はい、ポンプ交換で漏れなければそこで作業終了ですね。でもそこで圧がかかってまた漏れ出すということは、もうタンクがこう歪んでるなり広がってるなり、交換ということになってしまうそうなんですね。じゃあタンクはおいくらなんですかっていうことをお聞きすると、4万4000円プラス消費税、いわゆる4万8400円ですね。ただしですね、工賃の方が、タンクというのはね、真ん中がへこんでる形で、プロペラシャフトが通ってるんですね。ということはプロペラシャフト、ペラを外さなきゃいけない、脱着しなきゃいけないので、ちょっと工賃はすぐには出なかったんですけれども、まあまあ想像はつきますよね。はい、ということでダブル修理ということになる可能性も出てきたということなんですね。まあ頭に置いといてくださいと。どうされますか、修理しますかということなんですけども、ポンプもね、タンクの中に沈んでる、常時沈んでる状態なんで劣化するものでね、もう21年も、経つのでね、まあ、交換しておく方がおすすめですよと、いうことで、まあちょっとやばいことになりましたね。要するにサクションチューブとタンクの間から漏れてるようなのでね、ひょっとしたらタンクも交換ということになるかもしれないということなんです。はい、それでフロントの方にそういうふうにお聞きしましてですね、これは高額になるのかと思ったので、まあダメなら新型クラウンでも買いましょうかというふうに申し上げたらですね、フロントの方にちょっと待ってくださいと、このデザインはもう手に入りませんよと、こんなにいい車はもうありませんよとストップをねかけられたんですよいや意外でしたね。まあまあ、綺麗にされてるしっていうことをやったんでね、まあもちろん大事にしてるんでね、はい、まあ一応分かりました、まあ迷いはありませんので修理してくださいということでね、まあそらクラウンセダンなんてね、買えば700万も超えますんでねまあそれに比べたら、まあ20万かかろうが、まあ30万かかろうが、まあそこまではかからないと思うんですが、タンクとポンプ変えたとしてもね、はい、まだまだ思い入れはねありますのでね、迷いはありませんぜひぜひ修理お願いいたします、よろしくお願いいたしますってね、お願いはしておきました。はい、じゃあまあどうなるかわからないんですけれどもね、はい、やばいことになりましたお知らせしておきます。今日もゼロクラウン始まります。